皆さんこんにちは、青森りんこです。先日超高級りんごジュース神々のりんごをご紹介しました。こちらを作っている会社真っ赤なフォントさんのホームページを見てみると、無農薬のりんご栽培についてのこだわりや熱い思いが伝わります。1万円のりんごジュースが生まれるまでにもとんでもないこだわりや秘密が隠されてるに違いない。そう思ったりんこはお問い合わせフォームより取材の依頼をさせていただきました。青森県を盛り上げたく活動しております、青森りんこと申します。神々のりんごを飲んでみる動画を撮影したいと思っているのですが、りんご栽培のこだわりやりんごジュース製作秘話などをお伺いすることは可能でしょうか。送信と。なんとこちら翌日にはお返事いただきました。神々のりんご YouTube 紹介に関してお問い合わせをいただき誠にありがとうございます。 YouTube チャンネル登録者数1万人突破、誠におめでとうございます。今まで人知れず多くの苦労があったこととお察しいたします。私も先ほどチャンネル登録させていただきました。めちゃめちゃいい人だ。37歳に脱サラをして気がつけば来年で20年が経とうとしております。リンゴ栽培のこだわりやリンゴジュース製作秘話などについてお話しできればと思います。わーということで、ご快諾いただきましたのでズームでインタビューさせていただきました。顔出しも OK とのことでしたので、インタビュー映像をご覧ください。では津島さん、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。脱サラをされて農家さんを始めたとのことなんですけど、どういうきっかけで脱サラをして真っ赤なフォントとか神々のリンゴが生まれたんでしょうか。まずきっかけなんですけども、まあちょっとまあ不思議な話といえばあれなんですが、もともとリンゴ農家に育って長男だったので跡継ぎっていう形だったんですが、不思議と親もですね継がせたくないっていう感じだったんですよ。で、まあ、自分自身も全くやる気がないというか、リンゴで生計を立てるっていう選択肢はなかったんですよ。まあそれでもね、ちょっとね、リンゴ園のことは、まあ両親もちょっと年齢を重ねるごとにどうするんだろうっていうことはあったんですけど、まあちょっと夢を見るようになりまして、リンゴ園の夢を見るようになって、まあ、またいうリンゴ園の夢見たなっていう感じで、それが最初は年に何回かっていうレベルだったのが、毎月見るようになって、で徐々に毎週見るようになって、最終的には毎日見るようになったんですよ。それでこれは一体何なんだろうっていうこと で気になりだして、でそうこうしてるうちにリンゴの香りが部屋でする、リンゴの倉庫をこう開けると、こうリンゴがいっぱい山積みにされてるところのこう香りっていうのがやっぱりこう染み付いてるんですよね、自分の中に。でその香りがしてきたので、これってリンゴがあるのかなと思って、ないのにリンゴの香りがしてきて、でそれでやっぱりリンゴに携わる仕事をしなきゃいけないのかなみたいな感じになってきたんですよ。なったんですけど、結局引き継ぎを受けることなくリンゴ園をやることになったんですよ。では後を継いだんではなくて、残されたリンゴ園を一から始めたということなんでしょうか。そうですね、作り方全く分かんないですよ。そのたまにサラリーマンの時にリンゴの収穫忙しいから手伝ってっていうので、年に何回か行くぐらいで、全然やったこともないリンゴの栽培方法もわからない。である方に弟子入りしてというか教えてもらって、いろいろいろはを全部教えてもらったんですけど、結局そっからのスタートなんですよね。でそれで真っ赤なフォントという名前は実は小林正観さんっていう、まあ、本もねかなり出版されてる方で、その方との出会いで、その方がその命名してくれたんですよ。でそれでお会いして、何やってるのって言われて、できたリンゴを持ってったら、名前じゃあつけてあげるよっていうので、真っ赤なフォントっていう名前つけてくれた。まあダジャレが好きな方だったんで、真っ赤な嘘じゃなくて真っ赤なフォントっていうので、要はお客様に喜ばれるような真っ赤な本当の作り方をしてるリンゴだよっていう意味合いで、端スタートして、
リンゴ栽培で工夫したエピソードなどもお聞かせいただけますでしょうか。はい、工夫はですね、まあ父親も言ってたんですけど、他の人と同じことやってても結局一緒だよと。まあどうせやるんであれば他の人がやらないようなことをやりなって、まあこれはあのリンゴ栽培だけじゃなくて他の仕事でもそうですけど、まあそういうことをまあ遺言みたく言ってて、でそのこともちょっとあって、まあ当初ねいろいろ周りの方にも聞いたんですけど、まあそれは絶対無理だよと、やめろやめろっていうことで、その中でやっぱりやるんだったら自分で試行錯誤しながらやってみようってことでスタートしたんですね。で、まあ、無農薬栽培なんですけど、でやったらその年あの非常にうまくいって、農業関係の方からのアドバイスでだったら認定を受けたらどうかっていうことで、まあいろいろね、まあ苦労というか、まあ苦労に思ってない部分が自分の中であるんですけどね、やるって決めたらもう自分の中でまあ 120% の力を出し切ろうっていうのはやっぱりありまして、リンゴだけじゃなくてリンゴジュースなども作るようになった理由ってあるんでしょうか。自分の場合は、まあ、サラリーマンやってたっていうこともあって、農家さんってやっぱり、まあ、リンゴの場合特にそうなんですけど、秋の収穫1回なんですよ。秋の収穫だけで1年間を、来年1年間を保つっていう形になるので、それだと非常に安定しないですよ。なので自分はそこからリンゴジュースを始めたんですよ。リンゴジュースにして、でそれをこう各月に分けていったら、あの経営も安定していくかなと思って、それをきっかけで始めたんですよ。そして1本1万円というね、お値段すごくインパクトがあって気になってるんですけど。はい、でまあこれもね、いきさつがあってですね、あの非常に自分ではこの1本1万円など大それたというか、まあそこまでやるつもりは全くなかったんですよ。なかったんですけど、ある海外に出してるバイヤーさんが来てですね、でうちであの無農薬リンゴやってるので、無農薬やってる方って非常に少ないんですよ。で少ない中でジュースができて、でしかも4品種以上をあの独自のブレンドをして、他のものを一切混ぜてないということで、買わせてほしいということで来られたんですよ。でその方はあの当時ドバイとかにつながりがあって、でドバイに卸すから自分に全部くれないかみたいな感じだったんですよ。で一体お宅それをいくらで卸すつもりなんだっていうことで話したら、もう胸張ってね、いや100万でもいいんじゃないみたいな感じだったんですよ。って何を言ってるんだこの人はと思って、まあ少なく見積もっても半分の50では売るつもりだみたいなこと言い出して、でその時にその話を聞くとですね、やっぱり桁が違うんですよ。もう超富裕層を相手にしてるので、日本のお金持ちとかっていうレベルじゃないんですよ。まあ、極端に言ったら、まあ、水でも一杯1000円払って飲んでるよ、それが本当にいいものであればって言うんですよね。だからその価値を認めてさえくれれば、世界中どこ探しても無農薬のリンゴで4品種なんてないんだからいけるよみたいな感じだった。でそこでその破格の金額を言われたもので、自分の中のこう、ね、価値観がこう崩れてしまったというか、取っ払われたっていう感覚になって、でなんですけど結果的にその方とのその商談はちょっとやめたんですよ。当時の自分にしてはね、もう高すぎてどうもなっていうのがあったんで、まあだったら100万50万で買う人がいるんだったら1本1万でもいいじゃないかと。で当時そういう高価なものなかったんですよ。でもこれをやることによって、もしかしたら底上げになるかなと思って、リンゴの価値全体が上がるんじゃないかな。そういったものが突き抜けるものがあれば、例えばリンゴジュース200円で売ってるのを、それをまあ300円500円1000円とかって上げる人も出てくるんじゃないかなと思って、じゃあそしたらもう全体的な底上げになるかな、そういう面白いことになればいいかなと思って、でやったらいろいろ出てきましたね。その後トマトでも結構な金額のものが出てきたり、イチゴとか、こうやってね受け入れてくださる方がいらして、あの本当良かったですね。自分もここまでね、やっぱ認めてもらえるかなっていうのは正直クエスチョンだったんですけど、年を追うごとにやっぱり知名度が上がって、おかげさまでお祝い事とかね、そういったものにこう
使ってくださるので非常にこうありがたいですね。1万円のリンゴジュース神々のリンゴは最初はどこで販売をスタートしたんでしょうか？あ、最初は自分のネットです。ネット販売です。どういったタイミングでどうやってブレイクしたんでしょうか？ブレイクはですね、ネット販売していて、でそこからあのテレビ局の方とか目をつけてくださって、番組に取り上げてくれるようになったんですよ。いろんな著名人の方とかにかなり行ったんですよね。ごめんなさい、ネットの自分のホームページだけだったので全然目立つわけもなく。でもそれでこんなに話題になってるのすごいです。以前ですね、リンゴジュースをギフトでお送りしたんですけど、その際味について、なんだこれ普通のリンゴジュースじゃない、酸味とかもないし全然違うっておっしゃってて、その味の秘密や製造方法の秘密などがあったらお伺いしたいです。あ、そうですね、無農薬のリンゴ自体がそうなんですけど、どちらかというと皆さんのその感想を聞いてると、昔懐かしい味って言われる方が非常に多いんですよ。普通ね、農薬を使って化学肥料を使ってっていう風にやると、まあ僕らは分かるんですけど、食べるとすぐあの味で分かるんですけど、どうしてもこう甘さを強調したがるところ、まあ要はそのためにまあ肥料入れるんですけど、そうするとやっぱりこうえぐみっていうか、まあちょっとこう分かるんですよね、強い感じが。だけどそれがないので、むしろこう自然な状態で そこまで甘さを持っていくためにはっていうところでちょっとまあ努力してるところがあるので、その関係でやっぱりこう飲み比べるとやっぱりどぎつさがないっていう感じなのかもしれないです。そうだそうだ、ジュースをやろうって思ったその年に青森県で国際会議があったんですよ。青森県初の国際会議があって、でその時にオーガニックのジュースを主催者の方が探してらして、でうちに白羽の矢が立って、その時あのメインの会場でのそのウェルカムドリンクみたいな形で提供するために依頼が来て、でそれで完売して、イギリスの方がいろんな国際色豊かで、でその方たちがオーガニックオーガニックって言ってすごい喜ばれたんですよ。でそれがちょっと、まあ、自分の中ではこうすごい自信になって、ですね、今後はですね、今ですね、まあ、実はあのリンゴだけじゃなくて縄文時代からあったんじゃないかと言われているような古代米みたいなものが手に入りまして、これは作れってことかなと思って、これやってみたら、まあおかげさまであの収穫できましたので、今年からちょっと販売してみようかなと思う考えてるんですけど。お米の販売も真っ赤な本当のホームページでされるんですか？そうですね、まだ全然準備してないんですよ。というのはあの取れるかどうか分かんなかったので、であの無農薬なので、結局その普通のお米農家さんみたいにその除草剤撒くわけでもないので、手で取ったりあの工夫してですねやってですね、なんとかこぎつけたっていう感じなので、今もうコンバインでね、もう 1時間もあればもう全部作業終わっちゃって米ができるんですよ。種もみ殻にできちゃうんですけど、うちはバインダーって言ってもう釜みたいなのでこう買って稲を束にして吊るして 2,3 週間乾燥させて、ようやく今脱穀が始まったかなって感じなんですよ。なるほど、通常より何倍も時間がかかるんですね。最後にこちらの動画を見てくださってる方に、リンゴへの思いであったり商品の、ね、PR であったり一言あればお願いします。リンゴってね、まあ、食べ物で全部そうなんですけど、あの僕はよくあの花瓶に例えるんですよね。食べてしまって喉元過ぎたらもう全然忘れてしまうというか、一瞬のこう美味しいとか、あの食べてよかったみたいな気持ちがねあるだけで、すぐ忘れ去られてしまうのかなっていう感じはするんですけど、それがなんかその花火のね、あの一瞬の見逃したらもうおしまいみたいなところが非常にこうリンクしてて、こうほんの一瞬でもいいから自分の1年間かけて作った農産物を食べた瞬間に喜んでいただけたら、それが幸せかなっていうか、ぜひ皆さんにその体にいいものを取り入れて、まあ健康にもなっていただきたいですし、喜んでいただけたらなっていう気持ちです。ちなみにリンゴのおすすめの食べ方とかそういうのってあったりするんでしょうか？おすすめがですね、今普通リンゴって今まで
縦に割って、で三日月型であの種の部分を取るじゃないですか。そうじゃなくて全く垂直に横からスライス、まあ要はリンゴを横にしてタン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 って切っていくと種の部分がですね、星型になるんですよ。あ、話題のスターカットですかね。スターカット、そう、あ、ごめんなさい、それスターカットです。それでやると全部あの丸ごと食べれて芯の部分だけ残るので、そのスターカットあれが一番無駄ないんじゃないかなと思いますね。対馬さん、ありがとうございました。ということで1本1万円の高級リンゴジュースができるまでのお話をお伺いしました。やっぱりこういったものができるまでにはたくさんのね、苦労と努力が詰まってるんですね。リンコももっともっとたくさん引っ張っていきたいと思いました。いつかはね、リンコ印のリンゴジュースとかも出せたらいいな。真っ赤な本との URL は概要欄に記載されておりますので、気になる方はぜひぜひホームページもチェックしてください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ヘバねー。